こんにちは。相模原食生活改善推進団体若菜会の、活動をさせていただいてますフードアナリストの江藤純子です。よろしくお願いします。新しい生活様式が始まって、その生活に慣れていかなければならない状況になりました。こんな時に災害が起こったらどうしましょう。皆さん備えは大丈夫ですか。ここ相模原はとても地盤の固い大地ということで、地震にはとても対応できていると思いますが、台風や大雨の水害はやはり免れません。そして皆さんは災害が起きた時に避難所に行けばいいって割と簡単に考えているかもしれませんけれども、この密の状態をなくさなければいけない生活、新しい生活様式では避難所にみんなが入れるとは限りません。在宅避難という形を取らなければならないのです。在宅避難ということは自宅で過ごすということです。そこで自宅で新しい生活の様式を守りながら、防災の時にもきちんと過ごせるように、今日そんなお勉強をさせていただきたいなと思います。さあ、避難所で配られるおにぎりや冷たいお弁当は何日も続くとなかなか受け付けられません。災害の時に一番必要なのは温かい食べ物だと言われています。温かい食べ物を食べるとほっとしたり安心するという気持ちが生まれるし、今日も頑張ろうって思えるそうです。ということで今日はポリ袋を使って温かいご飯を作る練習をしてみたいと思います。ポリ袋には2つの種類があります。スーパーで配られるものにも2つあります。1つは透明のものです。そしてもう1つはこういうふうに半透明シャカシャカしたもの、こちらは湯煎ができます。こちらは湯煎ができません。その使い分けをしっかりしていきたいと思います。そして今日はご飯を炊いていくんですが、普段ですと、普通のお米なんですが、お米を洗って研いでいくと思いますけれども、そういう防災の時にはその洗うお水ももったいないです。ということで、普通は普通のご飯を洗わずに炊いていきます。ただ今日は皆さん練習ですので無洗米を使っていきたいと思います。無洗米の時に計量カップがあるときちっと測れますが、災害の時に計量カップなんてないよっていうこともあると思います。そしたらその近所にあるコップでもマグカップでもいいです。こうしてすり切り測ります。すり切ったものをこのシャカシャカの方に入れます。そしてこのお水の割合なんですが、お水の割合はだいたい1.2 倍から3倍とされています。なのでここにお水、まず同量のお水を入れます。で、だいたい5分の1ぐらいですか、 1.2 倍から 1.3 倍ですので、ここに入れていきますね。そして入れたらここがポイントです。ここに空気が入ってしまうと浮いてしまいますので、しっかり空気を抜く、抜いてこういう感じでクッと抜きますね。で、上の方で結びます。この時ギュッと結ばないでください。穴を開けます。菜箸を通してください。これで2人分です。なので今日はご家族4人ということですので、袋を2つにしてみたいと思います。この中に2人前いっぺんに入れてしまうととても時間がかかりますので、この2袋にするのは必ず守ってください。ではこれをお鍋に入れていきます。お鍋には
たっぷりのお水を入れてます。そしてこの袋が直接底につかないように鍋底と同じ大きさのお皿を入れます。そして静かに入れてあげてください。袋が周りにつかないように気をつけましょう。そして火をつけていきましょう。はじめ強火です。ただ鍋よりも外側に行きますと菜箸が燃えてしまうこともあるかもしれませんので、鍋の大きさぐらいの強火になります。ブク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 してきたらここから25分計ります。そしたらちょっと火を弱めましょう。中火にしていきます。25分経ったらまた中のお水がなくなったら出来上がりなのですが、そこでもう一度確認したいと思います。25分経ちました。こんな感じです。熱いでしょ。触ってみて水気がなくなっているのを確認しましょう。そしたら、はい、指で押してみて指の跡がつくぐらいがいいです。全体の中のお水がもうなくなってますよね。それを確認してみてください。お米のお水加減なんですが、今とても適当にやりましたけれども、実際避難所や災害時には食欲があまりないので、または、とてもショックを受けてたりしますので、少し柔らかめのご飯の方が食べやすいと言われています。ですので最初はちょっとべちゃっとしたご飯でも、それでも温かいご飯というのはありがたいものですので、少し柔らかめのご飯を炊くイメージでちょっとお水多めでやってみてください。そして作り方が慣れてきたら、ご家族に合わせてお子さんは柔らかめ、お父さんは少し固めなんていう形でお水を調整していただけると上手に炊き上がると思います。次は酢の物を作っていきたいと思います。災害時には乾物がとても大切です。乾物、普段の食卓に出てますか？なるべく普段の食卓で食べるようにしておかないと、災害時にとんでもないものが出るとみんななかなか食べてくれません。切り干し大根。切り干し大根は大根を細く切って干したものです。こちらをハサミで適当な大きさに切ります。そして今作るのはお湯に入りませんので、透明のビニール袋に作っていきましょう。ハサミで切ります。はい、ですね。そして乾燥わかめです。こういうビタミンやミネラルが豊富なものがとても大事になっていきます。体のバランスを整えてもらいたいですね。ここで少しだけお水を入れていきます。これは分量によるんですけれども、ちょっと入れますね。災害時は甘いものが欲しくなります。ここにお砂糖を入れてもいいんですけれども、缶詰のみかん缶というのがとても役に立ちます。このみかんの汁をお好みで入れてください。お子さんが多ければ多い方がいいかもしれませんし、ちょっと大人の方が多ければ少なめがいいかと思います。味付けをしていきます。お酢です。お酢を同じスプーンで2杯ぐらい入れましょう。そしてお醤油です。1杯入れていきます。ここがポイントなんですが、ごま油を少し入れると中華風になって食事の香りが良くなりますのでね、2分の1ぐらい入れていきましょう。しばらくすると戻ってきますのでね。そしてここにみかんを入れます。
切り干し大根とわかめとみかんってちょっとびっくりする方もいるかと思いますが、これ意外と美味しいです。お子さんは意外と喜びます。はい、そしてみかんを潰さないように空気を入れてこういう形で混ぜてあげましょう。そして縛って冷蔵庫に入れて少し冷やしてあげても、普段は冷やしてあげてもいいです。災害時は電気が通じてないかもしれませんので常温で置いておいてください。これが切り干し大根とわかめとみかんの酢の物になります。次はカレーを作りたいと思います。きゅうり、こちらのヘタの部分をちょっとハサミで切ります。そして先ほど言った透明のビニール袋、今日はカレーなのですが火を使わないカレーですので、そしてポキポキ取っていきます。これはお子さんと一緒にやってもらいたいですね。缶詰の角を使うと破けてしまいますので、底の部分を使って割っていきます。はい、下に布を敷くと安心ですね。これはお子さんが一番喜ぶやり方ですね。はい、こんな感じで食べやすい大きさにしてください。あまり小さくすると食感がなくなってしまいますので、このぐらいでいいでしょう。はい、そこでサバの味噌煮缶です。水煮缶よりも味噌煮缶の方が味がついているので使い勝手がいいです。開けます。きゅうりに入れます。結構大きいね、ゴロゴロっとしてますので、あまり細かくしないようにしましょう。さあ、カレーにしていきますよ。カレー粉です。お子さんでしたら小さじでこのぐらい、一つで十分だと思います。大人でしたらちょっと入れれば入れるほど辛くなります。そしてお好みで塩パラパラパラっと入れてあげてください。こうして混ぜていきます。野菜を煮るという手間がないのでキュウリはとてもいいと思います。季節によってはトマトを入れたり缶詰のトウモロコシを入れたりして作ってあげると彩りもバランスも良くなると思います。今日はきゅうりとサバの味噌煮缶でカレーです。これで出来上がりです。はい、どうぞ。卵料理を作ってみたいと思います。電気が止まると冷蔵庫が使えなくなります。でもその時に卵は意外と常温で長持ちします。なので毎日1個ずつは食べてみたいなと思いますので、今日は3種類の卵料理を作ってみたいと思います。まず卵、本当ですとここに直接入れて揉んでも構わないんです。ただ白身と黄身が分離してしまうとあまり美味しくできませんので、お子さんがいるならばちょっと時間をかけてビニール袋でもみもみしてもいいと思います。さあ、そしてこのポリ袋なんですが湯煎にかけていきますので必ずシャカシャカの方を使ってください。はい、白身も切ってくださいね。そして入れます。まず甘いものが欲しくなりますのでプリンを作りたいと思います。プリンの材料はこちらです。
牛乳と卵とお砂糖です。お砂糖は普通の白いお砂糖でも構いませんが、こういうきび砂糖とか黒糖を使うとカラメル風になってちょっと味が美味しくなります。さあ、そしたらお好みでお砂糖を入れていきましょう。甘すぎるのがいいのか悪いのか、これはやはりお好みですね。そして牛乳です。よく揉んでください。はい、全体が混ざったら、ポリ袋料理で一番大事なのはこの空気を抜くことです。空気が入っているとどうしても浮いてきてしまいますので、火の通りが悪くなります。こうして上の方で結びます。はい、これがプリンです。そして同じように次きます。次は茶碗蒸し風を作りたいと思います。今日はお吸い物の素とか、お茶漬けの素を使ったりしますが、お家にあるだし素材の顆粒物を入れると出来上がります。かつおだしの素とかあごだしの素とかお家にあるものでできますね。はい、卵入れますよ。そして今日はこちらお吸い物、昆布茶とかでもいいですね。入れます。お水を入れます。この時に乾燥しているお麩だとか、もしお庭に三つ葉があったら三つ葉をちょこっと入れてあげると本当に茶碗蒸しみたいになりますよ。これは普段の料理でも使えますので、ぜひ一回試してみてくださいね。ちょっと抜いて、上の方で結びます。はい。そして最後、朝食やお腹が空いた時のオムレツです。同じように卵を割ります。入れていきます。今卵は一つずつ入れていますが、2個入れてもできなくはないですけれども、茹で時間が少々長くなりますので、そこは考えてみてください。今日はタンパク質だとしらすです。しらすと、そしてチーズ。チーズの塩気がとても美味しいですよ。ちょっと切りながら入れてあげてください。お子さんがいたら手でちぎりたくなるかもしれません。よく手を洗ってやってください。これはとろけるチーズでもとろけないタイプでもどちらも OK です。そこに牛乳を入れます。全体が馴染むまでしっかり練らせてあげてください。そして空気を抜くようにしましょう。上の方で結びます。さあ、こちらで3つの卵料理ができました。ご飯と一緒で菜箸をくぐらせます。
これで上の縁が下に沈まないようにします。お鍋にお湯が茹でてあります。そこにビニールがくっつかないように必ずお皿を入れてください。で、お湯が沸いている状態で入れます。ここで卵が固まるまでです。だいたい10分ぐらいでできると思いますが、お湯の加減とか卵の量とかによって若干違いますが、触ってみてふわふわになれば出来上がりです。もし心配ならば蓋を開けて一度刺してみて、そして OK だったらいただいてください。ダメでしたらもう一度戻して少し時間を長くしてください。では続きまして、ホットケーキミックスを使って2種類のお料理を作ってみたいと思います。まず 50g を測ったシャカシャカのビニール袋です。2つに分けます。卵を1個を溶きます。しっかり黄身を切ってくださいね。卵1個で2つ作れます。ホットケーキミックスを今 50g 入れたんですが、この 50g でだいたい2人前から3人前ぐらい食べられると思います。では半分入れます。ではまずプレーンのホットケーキパンケーキを、ね、作っていこうと思います。 50g のホットケーキミックスに2分の1個の卵、そして 50cc の牛乳です。これをよーく混ぜてください。ダマが残らないようにしっかり混ぜます。こうやって指先の感覚というのをしっかりするというのもとても大事です。特に災害が起きた時には心のケアというのがとても大事になってきますので、何か一生懸命ものを作るというのはとても大事なことになります。そしてどうしてもお父さんお母さんたちは災害の後片付けに回ると子どもたちがどうしても暇になってしまいます。でも災害時で一番楽しみなのは食べることです。なのでこれはお子さんができるようにね、普段から練習しておくといいと思いますよ。はい、全体がしっかり混ざったら下の方に落としてあげます。いつもまた見ますように、空気を抜くようにしっかりくるくる。でこの時に下の方で結んでしまうとケーキが膨らんだ時に対応できませんので、必ず上の方ですね、上の方で結んであげてください。はい、これがプレーンのパンケーキになります。同じように2分の1個の卵と 50g のホットケーキミックス、そこに牛乳を入れます。こちらは朝食にもいいようにハムとチーズを入れてみたいと思います。ハムをハサミで切る方がいいですね。災害時はまな板や包丁を使うことができません。それを洗うというのがとても大変な作業になっていきます。なのでなるべくハサミでどんどん切って入れてあげましょう。はい、こんな感じでたっぷり入れてあげましょうね。はい、そしてスライスチーズも入れてあげます。ホットケーキミックスは1年ぐらい持ちます。ただとても虫が入りやすいので賞味期限切れたものはやめてください。なので常にホットケーキミックスを買って食べて買って食べてを繰り返しておくといいと思います。
今回のコロナの影響でこの粉類も非常になくなってしまったということで、スーパーでも困ってました。なので買い置きというのはとても大事ですね。はい、ここでしっかり混ぜていきましょう。乾物やそれから缶詰、そしてレトルト食品、買いだめはいけないのですが、常に買っては使う、買っては使うというローリングストックという方法で日々置いておくと、いざという時に慌てないで済みます。はい、こんな感じでしっかり混ぜてあげましょう。空気を抜いて、でこれなら普段のおやつも簡単ですね。上の方に塩をして、こちらもお湯が沸いているお鍋にそーっと静かに入れていきます。中に必ずお皿を引いてくださいね。ふんわりしっとりできるまで時間を見て見計らってください。触ってみてプニプニになれば OK です。15分から20分ぐらいかかりますが、向きによっては変わりますので、時々向きをこう変えてあげるといいかと思います。そして必ず出来上がりは確認してみてください。中を開けてね、雰囲気を見てほしいと思います。はい、これでホットケーキミックスで2品、スイーツとそれから朝食用です。プレーンの方はこういうイチゴソースや、ブルーベリージャムやお家にあるチョコレートソースやあんこなどを乗せて食べてもらえると非常に皆さん喜んでもらえるかなと思いますので、ジャムも上手に使ってみてください。はい、では今日の料理で作ったものです。こちらになりました。本来ですとお皿の上で食べることはできないかもしれませんが、こうして盛り付けてみるとちょっと豪華になりますよね。でどうしても洗い物等必要になりましたら、このお皿にサランラップを引いて上に盛り付けるといいかと思います。一つ、いろいろお話ししたいなと思うのが、今日せっかく防災について考えましたので、今日からできること、まずお水の確保です。皆さんお水はどのぐらい備蓄してますか？1人飲料水が1日3リットルと考えられます。この生活用水は飲む水が2リットル、1リットルが手を洗ったり、足を洗ったり顔を洗ったりするようなものです。ということで1人3リットル、ご家族は何人ですか？そのかけるご家族1人ですか、2人ですか、4人ですか、かけてみてください。そしてお水が普通に供給されるのにはだいたい1週間かかります。ですので7日間分必要です。その掛け算を今すぐ考えて、2リットルボトルで何本必要かというのを考えておいてほしいと思います。そしてカセットコンロがあるとガスが普及しなくてもすぐに温かい料理ができます。カセットコンロの寿命は10年とされています。カセットボンベの寿命は6年から7年とされています。お家にあるカセットコンロ、冬になった時のお鍋だけではなく、今日カセットコンロに火をつけてみてください。そして1日カセットボンベをどのぐらい使うかというのを、試算してみますと、だいたい朝ごはん、昼ごはん、夜ごはんで1日1本のカセットボトルが必要になってきます。なのでそれがだいたい1週間と考えると、1日1本だいたい6本から7本ということで、3本ケースで売ってますので2つは必ず用意しておいてください。ライフラインの復旧は電気が1週間です。次が水道が どのぐらい被害があるかによりますが、1週間から3週間とされてます。そして一番最後はガスです。ガスの復旧はなかなかできませんので、カセットコンロもしくは電気が通じたら電子レンジという調理の方法を普段から考えておくといいと思います。それでは今日の備えが今日の備えになってみんなの安心になります。この画像を見たらすぐに水を買いに行ってください。
よろしくお願いします。ありがとうございました。